ここでナッシングで終わった時に、はい、それでもこのアプリの開発は諦めないですか、なずめさん。諦めません。諦めないですか。必ず作ります、うん、それは例えば、まあ、300万ってまあね、どういうふうにやっぱ貯めていこうって考えてます。あ、投資を結局募ることになります。投資を募るっていうところ前提で頑張るですか。そうですね、基本そうです。今自己資金ゼロって言ってたじゃないですか、はい、まあ、その、まあ、そもそものその考え方なんですけど、はい、100万でも、まあ、50万でもいいと思うんで、まずそこは貯めてみようとか自力で稼いでみようっていう考えはまずないんですか。50万100万程度だったら、うん、あの問題なくすぐ用意して、はい、このアプリ開発にどうしてもプログラマーが必要 で、はいはいはい、でそのプログラマーも実際にいろいろな方をお会いして、なかなかお金がかかりまして。いや、もうそれは分かってます。それは分かるんですけど、はい、気持ちの部分というか、はい、もうタイガーファンディングなしだったらいいや、あ、もういいや、じゃあ違うところに行こう、ナッシングで終わってもなんとかもうここは自力でやってみようっていう考えなのか、そこはちょっとはっきり聞きたかっただけです。このお話は事前に、はい、事前にっていうか、うん、この構想を思い浮かんだ時から、うん、本当にいろんな方に話聞いていただいて、うん、で自分がこれからこんなことやりたいんだっていうのをいろんな方に聞いてもらってるんですが、うんうんうん、でその上で例えば経営者の方とか、うん、やるんだったら、声かけてよ、いくら出してあげるとか、そういうお話はちょっとあるんですよ、実際には。そういうところから集めても全然いいかなと思ってるんですが、うん、なるほど。じゃあ別にここで集めれなくてもそういうところに声かければ僕に投資してくれる人はいるよっていうことですね。まあ、時間がかかるけれども、うん、小口で集めればいけるかなっていうイメージ、うん、300万ってその程度かなと思ってるので。その程度、例えば1人10万だったら30人ですし、うん、5万だったら60人っていうことなんで、時間をかければ小口では集めることできるかな。1箇所から集めなくても募れる金額、そういうことですね、可能性がある金額ってことですね。そうですね、1万円で300人みたいな。あのいろんなところからお金が集まる可能性って現代あると思うんですけど、それがなかったとしたら自己資金でも貯めてでもやりたいような思いがある事業なのかどうかっていうのを知りたいです。あ、なるほど。結論あるかないかで答えてください。お願いします。お願いします。私は何が何でもこれはやりたいので、もちろん自分の資金を使ってでも足りなければ全て埋めてやろうと思ってます。